ラベ535-101号機、リ525型との10連ラベ535-111号機他の10連、ベルン行のレギオエクスプレスラベ535-102号機、ベルン駅、BLSAG ラベ535系電車は、スイスの最大の私鉄である、BLSAG で使用されている、部分低照式電車である。アルプスコイルートの一つであるレッチベルクルートを用る、 BLSAG では、アルプトランジット計画によるレッチュベルクベーストンネルの開業後の旧ベルンレッチュベルクシンプロン鉄道、区間のベルンシュピーツトゥーンブリーク及びヒトゥーン、ツバイ人面間のレギオエクスプレスを電車化することとなり、ベルンの S バーン運用に使用されている近距離用のラベ525型をベースとして、接客サービスレベルを向上させた4車対5台車の低床式中距離用電車。 パニナとして計画されたのが本機であり、2006年23、編成がボンバルディア・トランスポーテーション及びアルストムに約5800万ユーロで発注されている。なお、この契約には20編成のオプションがつき、これが行使されると、総額約1億4300万ユーロの契約額になることとなっている。本機は、通称、レッチュベルガーと呼ばれ、 ボニニニボの車軸配置及び VVVF インバータ制御により1時間定格線、キロワットの出力と時速160キロメートルの最高速度の性能を発揮すると同時に低勝負の床面高さ605ミリメートルのバリアフリー対応の機体となっており、車体と台車、機械部分をボンバルディアが電気部品をアルストムが担当して製造されて2008年5月21日に 初号機がロールアウトし、その後順次引き渡されている。ありがとうございます。